の桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃花です。これかっけよ、これ何切るパーティー。うん、きれい。わ、こんにちは。ということで、本日は朝からレッスンしてて、本当は13時に終わる予定だったんですけど、11時半ぐらいに終わって1時間半ぐらい巻きました。で、今ちょっとメンバーとおしゃべりなんだりしてて、で配信をやって、で今日の声の練習だったり、ちょっといろいろ練習してこようかなと思うので15分で終わりたいと思います。ボッサボッサ、すごい声聞こえる。大西は家からかって、これ家じゃないよレッスン場だよ、うん、レッスン場です。たくさんのメンバーの声が聞こえます。壁紙が家風って、じゃあちょっとこっちとかにしとこうかな。これは家じゃないでしょ、こっちの方が家感ない。レッスンが終わったんです今なのでレッスン場にいます。K のレッスンって、そう K のレッスン、眠い。昨日お家帰ってきたのすごく遅かったのでちょっと眠い。うん、お腹すいちゃった。なんか食べなきゃ。ご飯食べて、朝なんか春雨食べたんですけど、リハ終わるの遅かった。うん、12時ぐらいにリハが終わって、リハというかそう朗読劇のお稽古か、そこからお家帰ったので、そうだいぶ遅かったんですよね。眠たい。でも昨日星の王子様の朗読劇の稽古だったんですけど、そういい話だなってなった。うん、そういい話だなってなったなんか前も一回やったことあるんですけど、星の王子様の朗読劇で、それちょうど大西王子様役というか王子様の部分を読んでたんですけど、そうなんか今回は内容がスッと頭に入ってきて、時余裕なかったもんねって。そうね、あれなんか何の合間だっけ、おどんろとかだったっけ、違う、なんかのさすごい合間になんかやった朗読劇、そうだよね、おどんろのなんか途中でやった朗読劇で、あれお稽古とかもなかったからすごい本番めっちゃ緊張してたんですよね。うん、
花屋敷でやったやつって、そう花屋敷でやったやつ。しかもあの時の朗読劇はすごく難しい、ちゃんとしたというか、もう原作もう一番最初のなんかもじったりしてないようなやつだったので、言葉も難しかったりとかしてたんですよね。いいお話だなってなりました。唇に色なさすぎて、かわいそうなぐらい色ないよね今。昔大西さ、唇って何もしなくても色あったんだけどさ、なんか年齢重ねていくうちにさ、唇に色がなくなってきたんだよね。ね。そうなの。そう、昔あの口紅いらなかったんですよ、西。するよ、よくしよう。リップいらないは羨ましいって、いやでもね、あの時はあの時で悩んでたんですよ、その唇の色が濃いのが。そう、なんか何のリップ塗ってもなんか日本の色になんない、その元の色が強いから。そう、なんかそうだから嫌だったんですよね、昔は昔で。そう、でも今は今でなんかあれ血色ないなってなるよね。ね、だからほんとないものねだり。薬用のリップだけでもちょっと塗っとくか。ニベア、本当にさ唇めっちゃ弱くてさ、マジでリップないと生きていけない。ほんとすぐヒリヒリしてすぐむける、皮が。唇もそうだし口の周りとかもねめっちゃむけるの、最近特に。そうなんです、嫌なっちゃう。皮膚が薄い感じって、もともと肌が弱いんですよ、あの全部の肌弱いんですけど、唇は特に。そうなんですよね。それビタミン不足かもって。最近でもめっちゃビタミン取ってる、おにし。そう。そう。
やっぱでもビタミン取るの本当大事。良くなったって、なんか今ちょうどまあニキビとかできちゃってるんですけど、でもまああのめちゃめちゃもっと最近荒れてて肌が、でもそれがだいぶマシにはなった。買いに行きます。あのね、朝食べなかったおにぎりが1個あって、そうだからそれ食べようかなって思ってるけれども、おにぎり食べて練習して。何のおにぎり、なんだっけ、うん、わかんないな、何だったかな。わかめか鮭かなんか買ったような気がするけど、じゃなんかとりあえず炭水化物、なんかレッスンで頭回らなかったら嫌だなと思って、何でもいいやと思ってパッて買っちゃったから、うん、あんま記憶ないんだけど、そう、なんか自分最近怖いことにさ、炭水化物をI love 愛してやまなかったの、炭水化物を。そうでも最近炭水化物さいらないって思い出しちゃった自分がさ怖くて、そう、いや自分にこんな時が来るだなんて思ってなかった。多分まあ夏だからなんだろうけどさ、もうそう思ってしまう、こう自分がさありえなくてさ、そうすごくない？サラダ食べたいって思っちゃう自分がいるの、やだ。サラダなんて、食べなかったのに今まで、やばいよね。ねえ、ね、あっさりしたもの求めてるね、そうなんだろうね。いやでも本当に炭水化物が大事っていうのは本当によく分かってるんで、そう食べるようにはしてるんですけど、思っちゃうってだけで、そうそう、絶対におにぎりとか、そうパスタとか、もうおにぎりか麺か米か麺かみたいなさのが第一優先だったのね、今までこう自分の中でさ、コンビニとかで選ぶものとか、それが今第一優先に浮かばないっていうだけさ。そうなん、すごいよね、今までの鬼しならありえなかった。これは夏のせい、それとも年齢のせい、どっちどっちなんだろう。痩せようとしてある、まあでも痩せたい気持ちは常にあるから、それこそ十和つがいの時にめっちゃ痩せて、その調子でこれ続けていけたらいいなとか思ってたんだけど、にしてもバテだと思うよ、やっぱ夏バテなのかな、なっちゃうね。涼しくなった時にどうかって、確かに
牛丼は食べれるのって聞いてほしい。また牛丼残したの、もうやだ本当に怖いよね。もし今年の夏2回残したんだけど牛丼、もうこれから見に頼もうと思うマジで。牛丼に申し訳なさすぎて。やっぱいつもの調子で普通に頼んじゃうくて、でも食べたら食べたで全然食べれないってな。波を半分ぐらい残しちゃってまたダメだと思って、そうなんで、あのお店でじゃないんだけどお家でウーバーしてで食べたんだけど全然食べれなくて、まあ残しとけば、まあ、また夜とか食べるかなと思ったんだけどそれも食べなくて、あ何自分と思って、もうこれからは一旦この夏はミニを頼もうと思います。でも牛丼食べたい欲はあるからね。そう、食欲なさすぎじゃないってね。いやでも食べてるんだよ、昨日パスタ食べたし。でもその今までのね大西って、まあ、1日3食朝食べないことが多くて昼夜夜だったんですよ大西の今までのご飯ってね。そう、それか朝ちゃんと食べるときは4食食べてたの。とりあえず夜に2回食べてたの。まあ7時ぐらいとかに食べるじゃん、まあこう仕事とかして外にいてさ、で夜帰ったらもう1食食べるっていう生活を絶対してたの。お腹空いてちゃ寝れないから。そうで昨日もめっちゃ夕方頃、何時だったかな、5時ぐらい、夕方の5時半とかに昨日パスタ食べたんですよ。そうあのお店行って、そう移動中っていうか、そう電車で移動だったん でその前に夜レッスンの前になんかちょっとご飯食べてこうと思って、あそう立ち寄ったんですよ。そうでパスタ屋さん行ってパスタ食べて、でパスタ屋さんで出てくるパスタってさ割と量少ないじゃん、私は今まで少ないと思ってたの。でも昨日お腹パンパンになっちゃってパスタで、でもまあ5時ぐらいに食べるじゃん。でそっからレッスンあってさお稽古あってさ、で夜12時に終わって帰ってきたのまあ1時前とかで、もしお腹が自分は空いてると信じてコンビニに寄っていろいろ買ったの。でも結局食べたのがこんぐらいの、食べたんだけどなんかちっちゃいさコンビニで売ってるさチンしたらさなんかできるなんか1食分の野菜が入ってるみたいな、トマトと鶏肉のなんかやつですみたいなのを食べてもお腹満腹になって、今まではそんなんじゃ満足しなかったんです。そうあそうおつまみみたいなやつかも。悔しい、この食べれない自分が。もっと食で喜びを感じたいのに。大西の喜びって食だったんですよ、ここ 1,2 年ぐらい。そう、まあ、ここ1年ぐらいかな、ここ1年ぐらい食で幸せを感じてた人間なんですよ。だから3日間ぐらい休みがあったらマジでくっちゃねしててマジですぐ太っちゃうみたいな感じだったんですけど、やばい終わんなきゃ、ね、今何時だ24分ああ終わる、終わりますね。じゃあちょっとそろそろ終わりたいと思います。
ね、早くいっぱい食べれる季節が来てほしいもんだ。みんなもいっぱい食べてね。大西もなるべく食べるようにします。ということで、じゃあ、1位の方からランキング読んでいきたいと思います。いきますよ。1位がちょうちゃんアットマーク香港バースデーガールさん、ありがとうございます。イエイ。お、お誕生日おめでとう、おめでとう。そして2位がチンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西おじさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がヨッチアンドユーモモチー大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がアルさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がミヤさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ありがとう。そしてタワーかな、ありがとう。残ってないや、大西のところ。相変わらず1位の方、お、1位の方か、ありがとう。じゃあ呼んでいくよ。1位のちょうちゃんアットマーク香港バースデーガールさん、ちょうちゃん、ちょうちゃん、ちょうちゃん、タワーありがとうございます。ありがとう。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。素敵な1年になりますように。誕生日おめでとう。いい一日にしてね。おめでとう。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではバイバイ。今日は初の卒業公演、頑張ります。バイバーイ。